ジョージア州の軍配置図ジョージア州の軍一覧は、アメリカ合衆国ジョージア州内の軍の一覧である。ジョージア州内には159の軍があり、テキサス州の254に次いで多い数である。ジョージア州憲法の下に、すべての軍は、純粋に地方の問題を扱うときには、自治権を認められている。6つの統合士軍が作られている。すなわち、アセンズ市とクラーク軍、 オーガスタ市とリッチモンド軍、コロンバス市とマスコギー軍、ジョージタウン市とクイットマン軍、スタテンビル市とエコールズ軍、カセッタ市とチャタフーチ軍である。ジョージア州の軍の数が多いのは、田舎の農園種、牧場種、木こりなどが馬あるいは馬車を使って、1日で軍庁所在地まで行って、帰れるようにしたためである。しかし、約25の軍は20世紀第1四半期になってから、 創設されており、この時は鉄道、自動車、トラック、バスなどが利用できるようになっていた。これらの軍は政治的な理由から作られたと考えるのが一般的である。最後に作られたのは1924年のピーチ軍となっている。軍が増えすぎたので、その数を制限するために何度か集憲法修正の試みが行われてきた。 最近の修正は1945年に批准されたものであり、最大数を159とした。1924年から1931年までは161軍あった。これまで軍が統合されたのは大変稀なことだった。世界恐慌の1932年、キャンベル軍とミルトン軍が破産状態になり、どちらもフルトン軍に統合された。 フルトン郡内にはアトランタ市があり、市内の郊外部から上がる税収は、田園部の裏ぶれた郡も支持できると考えられた。田園部は税額の少ない農地や森林で構成され、資産税が収入源である郡はほとんど税収がなかった。これまでいくつかの郡が文明を変更してきた。ジャスパー郡は当初ランドルフ郡と呼ばれていた。その解明後、 現在のランドルフ軍が設立された。ウェブスター軍は元キンチャフーニー軍と呼ばれ、バートー軍はガス軍だった。さらに以前はウォルトン軍があったが、実際にはノースカロライナ州西部にあった。1810年にノースカロライナ州との間に、いわゆるウォルトン戦争という小戦闘が起こり、その後1811年にエリコットロックの測量を行った後で、 ジョージア州はこの地域に対する領有権主張を引き下げた。次の一覧はアルファベット順である。ABCDEFGHIJLMNOPRSTUW。ありがとうございます。